現在放送中の人気ドラマ、逃げるは恥だが役に立つ TBSK で主演、荒垣結衣の相手役を務めるのは、俳優で歌手の星野、源、35年間彼女なしで、恋愛経験ゼロのサラリーマン、津崎平正を講演している。 だがもう一人、ドラマの原作者で漫画家の海野津波さんから主演候補に挙げられていたタレントがいたことをご存知だろうかそれが、アイドルグループ、カトゥーンのメンバー、中丸雄一、33歳、である。海野さんは今から一年ほど前、読者の間ではドラマ化するなら誰が津崎役にふさわしいかと盛り上がっていたといい、その中に、 星野、中丸、長谷川博樹、大井川光弘、高橋一生といった名前が挙がっていることをドラマのプロデューサーに伝えたという。もちろん、海野さんは読者の要望を伝えただけで、それ以上の意思はない。また、その、伝言に、どこまで、効力があったかわからない。ただ事実、その中に、名前のあった星野が選ばれている。だが、逃げ恥。 に出演しなくても中丸のブレイクに関しては気が熟している。毎週日曜朝の情報番組、週一日本テレビ系には2011年の放送開始時より出演し、すっかりおなじみだが、他にも最近では、解決、ないないアンサー、どう、池上彰のニュースそうだったのか、旧テレビ朝日系、人間観察バラエティモニタリング、プレバト、 TBSK などで頻繁に見かけるようになっているのだ。彼が各番組からオファーされる理由はどこにあるのだろうそれはまず大前提として身軽さにある。現在カトゥーンは今年5月から無期限活動停止中。グループとしての露出が続いているのであればそこから一人だけ気軽に番組へ予防とはなりづらいがそれも今のところ こか不幸かクリアされている。もちろん、本人としては常にカトゥーンの看板を背負って活動しているのであろうが、作り手側としてはなるべくグループのしがらみにとらわれずにキャスティングしたいのだ。声のかけやすさは彼の佇まいにもあるだろう。カトゥーンメンバーである亀梨和也、30歳、上田達也、33歳、さらには嵐、松本淳。 33歳、関ジャニエイト、西木戸明、32歳、滝沢秀明、34歳、といった他の同世代のジャニーズと比べても、中丸は、薄口、で、貫禄はそれほどない。だが、それが、かえって、安心して、出演依頼ができるイメージを作り上げている。さらに彼の持ち味は、フットワークの良さ、使い勝手の良さ、真面目さ、だ。これは、 毎週彼が週一で担当しているレギュラーコーナーマジっすかでも幅広く知られている。このコーナーは話題のスポットや噂の人物に中丸が直撃取材するというものだが司会の中山秀幸から毎週生放送後のスタジオに居残りさせられ取材するネタを言い渡される。もちろんその際中丸に拒否権はない。 いやおうなしに、ロケへと向かわされる。この、使いっ走り、感が良いのである。また中丸は、このコーナーの中で、芸能界一のパティシエを目指す、という定期企画に挑んでいる。だがある回で、有名パティシエのアドバイスに従って、スイーツを作ったら、意外と、すんなり完成してしまったことがあった。しかし、スタッフの狙いは、悪戦苦闘する彼の姿。 そんな時中丸は場を察し、台本通りに行ってないですよね。と、制作サイドの思惑まで気にしているのだ。ある時、怪獣をモチーフにしたユニークなメニューを提供しているカフェを訪れた中丸。店前に置いてある怪獣の着ぐるみを着られるサービスがあるというので、彼も試着。そのまま商店街を練り歩いたのだが、ロケはあいにく平日の午前中。 喜びそうな子供の姿もいない、と、なぜかモウダッシュする中丸、何でも、取れだか、を心配したのだという。このように、今、何が求められるのか、を考える謙虚な姿勢は、視聴者同様、テレビマンからも好感を持たれている。しかも彼は昔から、超ビビリとしても知られている。モニタリング、には、もってこいの逸材である。 そんな親しみやすい一面がある一方、高学歴であることも作り手がそそられるポイントだ。彼の最終学歴は早稲田大学。卒業論文では黒人音楽のグローバリゼーションという難しい考察に挑み、最高評価の A プラスを獲得したという。そんな知性派な一面が、 池上明のニュースショーやクイズ番組などから声がかかる理由にもなっている。さて、以前出演した、ナイナイアンサーで中丸は、30代のジャニーズが多い。いろいろなところにチャレンジしていかないと生き残れない、と不安を打ち明けた。そう、彼には常に、そこはかとない、将来への不安が付きまとっている。そもそもカトゥーンの充電期間は1から、 ととされていい。るが、先のことまではわからない不安があるから制作サイドの思惑を気にすれば取れ高も心配する特に宣伝案件もないにもかかわらず芸人などに混じってクイズにも挑戦するそうした不安を原動力に変えて中丸号は今日も芸能界の大海原をひょうひょうと進んでいくのである